この通りでも売られていたのです。ダヤさんは江戸時代の享保3年1718年に創業されたお店です。したがってすでに300年以上続いていることになります。江戸屋さんの社長、12代目店主の浜田勝俊社長です。じゃあちょっとインタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。最初にお店の歴史についてちょっと簡単に教えていただけますか。はい、今ね、ご紹介あったように、1718年にここの場所で、もともとハケ屋、ハケ、まあ、ブラシなんですけども、こういうハケを扱って、後ろにある乗り場っていうのかな、そういうハケだとか、このようなこれはお白いバケ、いいですか。はい、いい感じです。どうぞ。触ります。触ってください。今でも歌舞伎の役者さんですとか、芸者さん、水を白い、そういうね、使ってるわけね。なぜこの地で授業を始めようと。やっぱりいろいろ、うちの先祖が、ハケを、なりわいというか、そのハケを作って、売ってたってことですね。ここに住んでいらっしゃる。そう。そうなんですね。とても素敵だなって思って。ありがとうございます。会社の話に戻るんですけど、今までどのようなことを守り続けてきましたか。または大きな変革としてはどのようなことをされてきましたか。このうちはこういうブラシはみんな道具ですから、道具ってわかる。はい。なんで、いいものを丁寧に作って、ご奉仕するというのをうちは。モットーとしてやってきたわけです。ずっとね、毎日毎日がそれのような、それの、ずっと続いてるだけ。So, could you please introduce your brush craft man? ハケ職人さんの紹介をお願いいたします。ミスター田中。こんにちは。どちらが今お仕事なさっているんですか。今ね、洋服ブラシを、植えてるわけです。はい。ハケを作るのにどのような特別な素材が使われていますか。このブラシの素材は、豚の毛。結構硬そうですね。そうですね、腰があるのね。What are some unique technology used to create your brushes? ブラシを作るときに何か特別な技術とか何かありますか？ありますね。例えば田中が今こう毛を上、一穴一穴植えるのにつまんでるでしょ。だいたい測ってないんですよ、自分の感覚で。測ってないんですか？はい。もう手の感覚で。そう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 。他に田中さんの他にその外部委託とかハケを作る際にされてますか。はい、50人ぐらい。はい、いろんなブラシの種類によってまた違いますから。あ、じゃあブラシによって作る方も全然違ってくる。はい、なるほど。その職人さんの世代も全然幅広く。そうですね、ちょっと高齢化の高い方、都心の高い人もいるし、また若い人もいらっしゃいます。そう、could you tell us the most typical items produced at 江戸屋さん？江戸屋さんにおいて最も代表的な商品は何ですか？代表的な商品。一番人気のある商品。人気のある商品。今はこういう洋服ブラシ、それからヘアブラシ、それからシューズブラシ、
これは何の帽子ですか？帽子。帽子のブラシってあまり使う機会は今までなかったですか？ね、これは、孫の手ブラシ。背中からですか？ちょっと真似やってみて。すごい長くて届きやすそう。毛のものって初めて見ました。うん、結構人気ある。あ、そうなんだ。この部屋まで届いて、使いやすそうで。若い人はね、あれだから年取ってくると背中に手が回らないから。あ、なるほど。うん、ちょっと待って。いいでしょ。ありがとうございます。こちらのゲストさん、大丈夫ですか？たくさんの商品紹介していただいたんですけれども、価格はどのようにして決められてますか？やっぱり、その価値、ブラシの価値で、値段を決めてます。それと、日立直さんに払わなくちゃいけない。その対価、ね、ブラシの対価っていうか、それをね、だからやっぱりいい品物で、やっぱりいい、なんつうの、値段を取れるような品物、それを作ってます。それでは、300年続く中で時代の変化にどのように対応されてきましたか？対応つっても、その時のお客様の要望するブラシを供給してた。時代に合わせてニーズが変わっていったってことですね。そうですね。だからニーズに合わせていろんなブラシを作っていった。ありがとうございます。またそれがその企業の長期存続にもつながるということですか？そういうことですね。昔のまんまじゃなくて、今のニーズに合った用途のブラシかな。それはやはりその同じお客様でも長くお付き合いしていく中で変わっていく。変わってきますね。だってもう車にしたって、いろんな機械にしたって、もうみんなどんどん変わっていくじゃないですか。それによってね、また違ってくる。これからどのように事業を展開していくとですか？やっぱり今まで通り、やっぱりお客様のニーズに合わせた良い品物、それを作っていきたいと思います。海外とかの事業展開とかは考えて。そうですね。供給がね、間に合うのはね、今でもね、海外の方には今出してるものもあるんですけども。ありがとうございます。外国のお客様でいらっしゃいますか？はい。いいとしたら、どこの国の方が多いとかありますか？やっぱり東南アジアから、欧米から、結構いろんな、方いらっしゃいますよ。その方々って例えばどういった商品買われていたんですか？やっぱり化粧のブラシだとか、ヘアブラシだとか、それから歯ブラシ、歯ブラシなんかもこれは、馬の毛の歯ブラシ、だから皆さんはナイロンかなんか使ってるんですよ。ね、ここ開いちゃうでしょ。これ開かないんで、でマッサージにもいいし。この間これいただいてすごい良かったです。あ、本当？私はこちらの商品使ってます。最近ありがとうございます。いいです。だから海外の人には大きいサイズがそう、そうですね。ありがとうございます。お客さんだね。もうお客さんです。ありがとうございます。今日はお忙しい中、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。